はい、皆さんこんにちは、なりもんちょん店の中の人です。というわけで今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今日はですね、だいぶ前に、ループについて解説しますというね、動画を出したと思うんですけれども、あの後10月の17日くらいですかねに、無事ループさんのポート、設置されまして、現在絶賛稼働中ということでございます。まあ、京都市内ででもですね、たくさん、乗ってらっしゃる方を、お見受けするようになりましたんで、ループさんの方もね、これからどんどん、ポート増やしていこうと思ってるんですっていうようなお話をされてたので、こう、どんどん増えてんのかな、というふうにも思いました。はい。ご来店されるね、お客様だったりとか、あと、うちに配達で、来られる方、お取引先さんなんかも、やっぱり、パッと見て目立ちますんで、あれってどうやって使うの？あれってどういうサービスなの？っていうのを、結構店頭でも、聞かれるようになってきました。でですね、気になってるんやけど使ったことないとか、どうやってそもそもこれどういうサービスなの？っていう方も、多分たくさんおられるのかなと思いましたんで、今回はね、使い方のレクチャーも兼ねて、あと、プラス、予告通り実際に乗ってレビューを、していこうかなというふうに思っております。ここでね、ぐだぐだ喋ってても、ラチが開きませんので、今から乗っていきたいと思います。では、行ってみよう。はい、というわけでですね、本店の方に設置されているループさんのポートにやってまいりました。こちらが、ループさんの電動キックボードですね。で、早速使っていくんですけれども、まずアプリ起動しまして、ここに QR コードスキャンというのが出てくる QR コードを読み取ります。で、この中から、返却地を選ぶんですけども、緑になってるところが返却できる、ポートというか、せっかくなんで、京都っぽいところでね、行こうと思うんで、金閣寺を行ってみたいと思います。ここで返却と。で、ここを次押して、はい。同意しますと。はい。お、起動しましたね。はい。ではね、せっかくなんで乗っていきたいと思います。で、ここに、フォルダーがついてるんで、はめ込んでもらった方がいいのかな。ちょっと雨が降ってるとね、たまに濡れてる時あるんですけど、その辺はお気になさらず。よいしょ。ではでは、行きましょうか。はい、よいしょ。やっぱりちょっと、キックボードなんで、路面のガタガタがそのまま直接来ますね。はい、見えてきました。あれが北野天満宮ですね。今ですね、西大路通りをずーっと上上がってるんですよ。非常に勾配きついです、この辺りから。で、今も15キロで、電動キックボードも走ってます。なので、馬力に関しては、安心して使えるかなと。どうやらこの前の道は左に行って、綺麗にしますけど、あったと。はい、ここがループのポートになります。ライドを終了するにはこのライド終了ボタンを押します。で、この時に機体のね、返却しなきゃ撮影しないといけないので、はい、送信しますと。で、今、60分間ね、無料クーポン、無料キャンペーンをやってらっしゃるんで、ここまで395円でしたけど、無料ということになってます。で、フィードバックは閉じておきましょう。はい。これで金閣寺到着です。せっかくなんで散策しましょうか。帰りはね、これ乗ってまた帰りますけど。300円なんで、多分タクシーで来たら、1000円、2000円かかる距離
いいかなと思いますね。やっぱり本当にコロナ明けて観光客の方非常に、まあこの辺りもですけど、多分嵐山なんかもっとすごいんですよね。あれ正面に見えてるのが、左大文字ですね。はい、というわけで、せっかくなんでね、この金閣寺の前の屋台で一番人気らしい出したこ焼きを頼んでみました。なあ、ちょっといただいてます。いただきます。あ、いい香り。あ、うまっ。うん、あー、うまっ。さ、朝ごはんも食べたし帰りますか。はい、というわけで、帰ってまいりました。はい、うん、まあ結果的にはですね、まあ本店から今回金閣寺までだいたい25分ぐらいのライドだったんですけれども、まあ利用料金としては395円でした。やはり長距離になるとタクシーよりは安いんですけど、バスよりは若干高いということになるのかなと思います。まあタクシーに関してもね、大人数だとこう割り勘したら、まあこれよりもね、低くなるケースもあるのかなというふうに思うんですけれども、まあ一人で使うというところで考えると、まあそれが結論なのかなというふうに思います。まあただですね、別日に本店から地下鉄の丸太町駅まで乗ったんですけれども、その時は125円というような結果でした。なのでまあ近距離の移動ですね、に関しては、やはりタクシーとかバスよりも比較的安い値段で移動できる、まあ、モビリティになるのかなというふうにも思います。まあ、特にですね、まあ、京都は駅とかバス停に駐輪場とか駐車場がない場合も結構ありますし、駐輪場とかそういうのがね、ないということで、違法駐輪なんかも、ついこの間まで問題になってましたんで、まあ、そういう解決策としてもね、まあ、ポートに返さないと、料金が発生し続けるシステムになってますんで、一つの解決策にもなるのかなというふうに思いますし、うん、まあ、あとはね、やっぱりバスで移動したらええやんとかいう方もね、中にはいらっしゃるんですけれども、やっぱりこの、特にこれからね、観光の方がどんどん増えてくると、バス来ても、人いっぱいで乗れないっていうのも結構あるんですよね。で、まあそういったね、ところへの移動なんか、まあ、うん、新しい足になったりするのかなというふうにも思いました。なので、まあ京都のね、土地柄というか、街の構造的には非常に、まあ、マッチしたね、モビリティになるんじゃないのかなというふうに、今回ちょっと乗ってみて思いました。まあただですね、帰りに、ポートに車両がないと歩いて帰ったりとか、あるポートを探して動かないと、いけない羽目になる可能性もありますんで、まあね、ちょっとフラッと乗って帰るとか、飲みに行く時に乗って行って、帰りタクシーで帰ってくるとか、まあそういうね、使い方がいいんじゃないのかなというふうにも、思いました。まあね、というわけで、こう、ループに乗ってみたというような動画でございました。はい。あと、実はですね、現在、ループさんの方で、まあ京都のエリア限定なんですけれども、60分間何回乗っても無料ですよキャンペーンというのを、実施されておられます。10月の31日までなんですけれども、ちょっとあまりね、期間は残ってないんですけれども、ね、京都、もし来られるとか、京都に住んでおられる方で、このサービスに興味持っておられる方はですね、まあ、一回使ってみてもいいのかなというふうにも思いました。はい。というわけでですね、今回の動画は以上になります。はい。面白かったよ、ためになっている方は、ぜひ、いいねと、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。あと、コメントなんかもね、全部読ませていただいております。大変励みになってますんで、よかったらコメントも、残していってください。はい。というわけで、今回の動画は以上になります。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。